皆さんこんにちは。6月を迎え、終了季節となりました。被災がある美しく咲き誇る一方で、長雨による災害のリスクも高まる季節でもあります。昨年6月2日には、本市の観測史上最大雨量の大雨となり、市内の至る所で冠水などの被害がありました。先月には水防訓練を行いました。合わせて、夫側の浸水想定区域の市民の皆様にご参加をいただいた実践的な避難訓練を行い、大変有意な訓練となりました。これからも地域防災力の強化に努めてまいります。市民の皆様におかれましては、大切な命や財産を守るため、最新の気象情報の注意を払い、適切な住まいをしていただきますようお願いいたします。また、土浦市公式 LINE で災害時の大切なお知らせなど、市からも情報を発信しておりますので、登録をお願いいたします。次に、明日6月4日火曜日に開催されます、令和6年第2回震災定例会に提出を予定しております議案等でございます。今回は、東北16件、議案として条例や制度が契約など11件、合計で27件を予定しております。なお、詳細につきましては、この記者会見終了後、担当者が説明いたしますので、よろしくお願いします。それでは本日、私から8件の事案についてご説明させていただきます。資料1ページをご覧ください。中学生婚活交流日の門脇都市提言についてございます。土浦市と門脇都市では、旧宮城村でのホームステイを企画として交流を続け、平成21年4月に姉妹都市の締結をいたしました。約30年にわたり多くの中学生が貴重な体験を重ねてきたそうです。今回は6月7日金曜日から15日土曜日の9日間パロアル都市の中学生16名が土浦市に滞在し、市内の中学生の家庭でホームステイを体験いたします。今回本市を訪れるパロアル都市の生徒の多くは、今年3月に本市の中学生がパロアル都市への派遣研修を行った際、ホストとして受け入れをしていただいた方々です。パロアル都の生徒の皆さんには、土浦での素晴らしい思い出を持ち帰っていただければと思います。そして土浦とパロアルトの両方の生徒の皆さんには、今後の姉妹都市交流の架け橋となっていただくことを願っております。続いて、レンコン商品土浦レンコンの仕込み販売についてご説明いたします。資料は2ページをご覧ください。昨年新商品として販売いたしました土浦市のレンコンを原料とした焼酎土浦レンコンは大変ご好評をいただきました。ありがとうございました。今年度は製造数量を昨年の約 1.5 倍の約3000本に増やし、また販売についても全国に拡大する予定で計画を進めていただいております。6月19日水曜日には今年度分の仕込みを行い、出来上がりは11月を予定しております。また蕎麦焼酎中学は少なくとも、として4年目の製造を予定しており、販売時期については、同時期の11月を予定しております。土浦市の特産品、レンコン焼酎、土浦レンコンと蕎麦焼酎、土浦小町を引き続き PR し、また土浦市の農産物のさらなる販売促進と知名度の向上を図ってまいります。今年も美味しいお酒ができますので、ぜひご賞味ください。続いて、第25回日立の国小野の小町文芸賞短歌俳句の募集についてご説明いたします。資料は3ページをご覧ください。土浦市小野地区には絶世の美女と歌われた平安時代の関係、小野の小町にまつわるお墓や腰掛け石が残されており、小町周辺の地として今も語り継がれております。この文芸賞は短歌・俳句を通じて、
小松伝説を広く発信することを目的に平成12年に始まり、そして25回目となります。例年ご好評をいただいておりまして、県内外からお子様からご年配の方まで多くの作品の応募をいただいております。また審査員には皇居で行われる歌会はじめ、戦車であるさゆりさん様をはじめ、短歌、俳句ともにお高名な先生をお迎えしております。今年も多くの皆様から素晴らしい作品が応募されることを楽しみにしております。続いて土浦市障害者スポーツ大会についてご紹介いたします。資料は6ページをご覧ください。昭和45年から開催しておりますこの大会は、スポーツを通して障害者、障害児の皆さんが体力の向上を図るとともに、地域社会との交流を一層深めることを目的に開催しております。障害当事者、家族、企業、学生ボランティア、ボーイスカウトなどが多数参加し、一緒に大会を運営していただいております。今年度は6月16日日曜日に霞ヶ浦文化体育館で開催いたします。霞ヶ浦文化体育会館は令和4年にエアコンが導入され、快適な環境の下で運動することができるようになりました。皆さんの勇姿と笑顔が本当に素敵ですので、市民の皆様もぜひお越しいただき、温かい応援をお願いいたします。続いて第25回土浦滝見堂の開催についてご説明いたします。授業は9ページをご覧ください。この授業は土浦城址東櫓の竣工記念として平成10年から開催しております。本年で第25回目を迎える公演を9月2日に実施いたします。出演は人間国宝の野村万作先生に加え、人気狂言師の野村萬斎先生、観世流、観世実の上先生をお迎えしての豪華絢爛な公演となっております。市民に親しまれている劇場公演、土浦城址に特設された能舞台で開催され、鏡火に照らされる土浦城址の松を背景に、幽玄にあふれる古典芸能をご堪能いただけます。鑑賞券は6月25日火曜日から販売いたします。今回もぜひ多くの方にご鑑賞いただきたいと思います。続いて伝統フェアの開催についてご説明いたします。資料は12ページをご覧ください。土浦市と山形県天童市はそれぞれの観光行事への参加や特産品の展示販売を通して地域間における人的、物的交流を進めるため、平成12年に天童市と土浦市との相互交流に関する協定書を締結し、長きにわたって観光物産交流を進めているところです。本市におきましては、毎年6月のさくらんぼの時期と11月のラクダンスやリンゴの時期に天童フェアを実施しております。今回は6月22日土曜日に土浦町角蔵と小町の館の2会場において天童市のさくらんぼや特産品、銘菓などの販売を行います。多くの皆様に取り立てのみずみずしいさくらんぼや天童市直送の名産品を存分に味わっていただきたいと存じます。続いて第39回土浦市健康祭りの開催についてご説明いたします。資料は14ページをご覧ください。今年の健康祭りにつきましては、6月29日土曜日と30日日曜日の2日間、昨年に引き続きイオンボール土浦様のご協力のもと施設全体を使って開催いたします。この健康祭りについては、市民の皆様や関係機関との協働のもと、誰でも気軽に参加できる身近な健康づくりのイベントとして好評をいただいております。外出の機会を増やし、体力測定や健康チェックをしながら、軽い運動や楽しい遊び、そしてショッピングなどをお子様から年寄りまで楽しめるよう企画しております。今後も一人一人の健康意識の向上を図る機会として、
さらに盛り上げていきたいと考えておりますので、多くの皆様にご来館いただきたいと存じます。最後に土浦全国花火競技大会100周年記念事業についてご説明いたします。資料は15ページをご覧ください。土浦全国花火競技大会は大正14年1925年から始まり、来年の令和7年に100周年という大きな節目を迎えることから、現在さまざまな事業を検討しております。その事業の一環として、まずは土浦全国花火競技大会の公式キャラクター100周年記念ロゴマーク仮称土浦花火大使を募集いたします。公式キャラクターおよび100周年記念ロゴマークは大会グッズや印刷グッズなどのデザインを受けて活用し、キャラクターは着ぐるみの作成なども考えております。また土浦花火大使は市内外で開催されるイベントや観光キャンペーンに参加し、土浦全国花火競技大会の100周年を広く PR いたします。昨年とも今年の7月から募集を開始いたしますので、多くの皆様に応募いただきたいと思います。以上で私からの説明を終わらせていただきます。